君は？本当に？本物の君なの？すごいや！やっと鏡越しじゃない君に会えた！ハイタッチしよう！イエーイ！はは！あ、こいつ！ゴーストカメラの写真に写ってたミッキーってやつだ！わあ！驚いた！君の他にもお客さんがいたんだ！君は？俺様はグリム。オンボロ寮の親分なんだぞ。グリム？そうか、前に言ってた君のルームメイトだね。夢の中で会える友達が増えて嬉しいよ。僕はミッキー、ミッキーマウスだ。よろしくグリム。ああ結局ミッキー更新調査に成功したのは俺様ってことだな。エースたち悔しがるに違いねえんだぞ。ミッキー更新調査？なんだいそれ。ツイステッドワンダーランドとは別の世界にいる僕が鏡越しに君とおしゃべりできること、それが君が元の世界に戻るヒントになるかもしれないんだね。なるほど。うん、だから俺様たちにお前の話をもっとたくさん聞かせてくれ。もちろんさ、友達の力になれるならいくらでも。まずこのヘンテコの部屋は何なんだぞ。ここにある家具や道具はみんな勝手に動くんだ。気が合うやつもそうじゃないやつもいる。こないだはトランプ兵たちと喧嘩しちゃった。トランプ兵ってあっちの棚の上にあったインクまみれのトランプのことか？そう、あいつら体のハートやスペードを投げつけてきてさ。だから僕は万年筆のインクを水鉄砲みたいに発射して応戦したんだトランプは紙だから水に弱いってことか。うん、だから今は体が濡れてしおれてるみたい。クイーンのカードとダンスをしてたらキングのカードがやきもちを焼いちゃって、僕は二人っきりのピクニックデートを邪魔したわけじゃないんだよ。だけどトランプ兵全員に命令して追いかけてきたんだ。後で誤解は解けたけど、トランプ兵たちには悪いことしちゃったな。俺様、ここにあるものはミッキーが魔法をかけて動かしてるんだと思ってたぞ。でもトランプ兵と喧嘩したってことはおめえの魔法じゃねえのか？魔法？もし自由に魔法を使えたらすごく素敵だね、はは。でも僕は魔法使いじゃないよ。な、うん、じゃあ誰がこの部屋に魔法をかけてるんだぞ。それは僕にもわからない。僕は最初この不思議な部屋も君も僕の夢の中だけの存在だと思ってた。でも違ったんだ。この部屋も君たちも僕の想像が生み出した存在じゃない。そうだよね。本当に不思議なことばっかりだ。そういやミキはどうやってここに来たんだぞ。この部屋ドアも開かねえし窓も塞がってる。俺様たちは気づいたらここにいて、どうやって来たのかよく覚えてねえんだ。ここに来るときはいつもベッドで寝ている僕からスーッともう一人の僕が抜け出すんだよ。そうそう、それで僕の部屋の暖炉の上にある大きな鏡を通り抜けるとこの部屋に来ることができる。鏡から出入りするなんてナイトレイブンカレッジの寮みてえだな。起きている時にチャレンジしても鏡は通り抜けられなかった。この部屋に来られるのは僕が眠っている間だけみたい。ん？ちょっと待てよ。つうことは今ミッキーは寝てるってことか？うん、僕はこうして起きているけど僕の体はベッドでぐっすり眠ってるはずさ。じゃあ俺様の体はどこ行ったんだぞ。まさかディアソムニアに置いてきちまったのか。うん、一緒にいたエースたちはここには来てねえみてえだし、これから俺様たちどうすりゃいいんだ。え、一緒にいたはずの友達がいないのかい？それは心配だね。
もしかすると近くにいるかもしれない。外に出て探してみよう。でも部屋のドアは開かねえんだぞ。一度きりのチャレンジで諦めちゃダメさ。一人じゃどうにもならないことも友達と力を合わせれば解決できる。あ、この音は。おいミッキー、おめえゴーストみてえに体が透けてきてるんだぞ。どうしよう、きっともう朝になったんだ。僕の体が目覚め。もっと君たちのなりたいに。もう行っちまった。せっかくミッキー更新調査が成功したのに。なんだ、部屋がグラグラ揺れてるんだぞ。わあ、外からなんか黒いグネグネしたのが入ってきた。ごめん、俺様から離れんじゃねえんだぞ。こんなグネグネ俺様の炎で焼き払ってやる。ふなー